鳩山城は埼玉県の中部に位置し、比企郡に属する町。人口は約1万4000人。埼玉県のほぼ中央に位置し、県西部地域に属している。鳩山城は比企郡に属しているが、入間群諸山町、小瀬町や坂戸市との結びつきも強く、警察は西入間警察署、消防は西入間広域消防組合消防本部が管轄している。 東武東上線、高坂駅へのアクセスが良い超東部の丘陵地帯では、埼玉県内でも有数の規模を誇る、新興住宅街、鳩山ニュータウンがあり、東京のベッドタウンとなっている。鳩山ニュータウン周辺には、東京電気大学埼玉鳩山キャンパス、山村学園短期大学、宇宙航空研究開発気候地球観測センター、 日立製作所中央研究所といった大規模な教育機関や研究機関の施設が集中しており、高坂駅郊外地区として緑豊かな新しい街が形成されている。一方、街の北部や西部は道路環境や公共交通の便が悪いこともあって、東京からの距離の割には都市化が進んでおらず、山村地帯の風景が残っている。埼玉県中央部は、 ゴルフ場が多く立地しているが、鳩山町内にも、町域外延部に、いくつかのゴルフ場が存在する。鳩山町には、気象観測所があるが、関東地方の平野部としては、記録的な気温が出やすい。これは観測所のある、町中央部を取り囲むように、丘陵地帯が広がっており、町中央部は、小さな盆地のような地形になっていることから、 盆地気候の特徴である夏の日中は暑くなりやすく、冬の早朝は冷え込む傾向が出やすいためである。隣接自治体と比べても気温差が激しいのが鳩山町の特徴と言える。100メートルから40メートルほどである。これら河川の利用と丘陵地における水田、二十歳、三の効果的利用は、里山の風景を残すものとして首都圏資金にありながら貴重である。 一部事務組合過去に設置されていた一部事務、組合東京電機大学埼玉鳩山キャンパス、大学、短大高等学校中学校、小学校鳩山町に住居、通勤通学していれば、東松山市、坂戸市、比企郡嵐山町、滑川町、小川町、時川町、川島町、吉見町、及び、秩父郡東秩父村の市町村立図書館で、 相互利用が可能である。町の施設、編集国の施設、編集独立行政法人の施設、編集その他の施設、編集西入間警察署管轄市外局番は、町内全域が049。市内局番が 2XX の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、鳩山局のみ。296から現在は299まで。 市内局番が振り分けられている郵便番号は、町内全域が350から 03XX である。鳩山町は熊谷自動車検査登録事務所の管轄区域のため、熊谷ナンバーが交付される。また、車庫証明は西入間警察署に申請を行う。なお、軽自動車については、当庁を含む引き軍は車庫証明の申請を義務付けられていない。 鳩山町に鉄道は走っておらず、町の東側を走る東部東上線、坂戸駅、高坂駅、及び西側を走る東部大瀬線、JR 八高線、大瀬駅から K4 系統の路線バスによって接続されている。鳩山町を走る路線バスは全て東部グループの川越観光バスにより運行されている。 各鉄道駅から鳩山町に向かうそれぞれの路線バスは町内の別地域を走るが大橋線と鳩山町 A 路線バスは町内の大橋バス停で乗り換えが可能である。特に高坂駅から鳩山ニュータウンに向かう路線は日中でも1時間4本以上が運行され利用者の多い路線となっている。鳩山町内循環バスによって 町内の各地域を結んでいる。高速道路でのアクセスは、関越自動車道、鶴ヶ島インターチェンジ、または東松山インターチェンジから、隣接自治体を経由してのアクセスとなる。ETC 搭載の車は、坂戸西スマートインターチェンジからもアクセス可能。町内に国道は通っていないが、国道407号の経路案内標識に、鳩山方面表示が4箇所。 国道254号には一箇所ある。1955年に村が合併し、鳩山村が誕生した記念に、当時首相だった同じ名前の鳩山一郎二章を依頼しようということになり、村会議長が東京の鳩山の自宅を訪れ、鳩山家の家訓である友愛の書を書いてもらった。額縁に入れられ現在も役場内に掲げられている。 2009年7月23日には、孫の鳩山幸男が、選挙活動の合間を縫って、鳩山町役場を訪問し、祖父が書いた友愛の書と対面している。ありがとうございます。